臨時の光としてキャリアランの企画を行ってまいりました。そしていよいよ広島でのこれが最後の見納めとなります。ご準備の方はよろしいでしょうか。私のどうぞという合図で皆様一斉にハサミを入れください。ではまずテープをお持ちになりまして、ハサミをリボンの右側に添えてお持ちください。本日をもって引退するゼロ系新幹線、まもなく出発となります。それではどうぞ。ありがとうございました。ゼロ系新幹線最後の運転を記念し、これまでの思い出に思いに立ちながらのテープカットを行っていただきました。まもなく4時41分にゼロ系新幹線は博多へ向けて出発します。ご乗車のお客様、お乗り遅れのないようにお気をつけください。そしてご来賓の皆様、どうぞゼロ系新幹線の方をお向きいただき、最後の雄姿をお見送りください。そして先ほどお配りしました手旗、小さな旗をお持ちのお子様、どうぞ旗を振ってのお見送りをお願いいたします。なお今日の出発合図は、山陽新幹線が岡山博多間で開業した1975年に駅長を務められた第37代広島駅の駅長山田信夫様と現広島管理駅長の中岡孝信が務めます。ゼロ系新幹線出発です。